ゴミ減量洗い作戦、今すぐできるエコ活動。今回は料理を通してエコを考えます。一緒に料理をしてくれるのは富田さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。僕は、普段料理をする中でどれだけエコに心がけているか、チェックさせてもらいますので、料理の方は寺田さん一人で頑張ってください。私一人ですか？緊張しますが頑張ります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。材料はこちら、じゃがいも、人参、玉ねぎ、よくある具材ですよね。そうですね、一般的な、カレーとサラダの材料を、用意してますんで、僕はエコの観点からチェックをさせていただきますんで、普段通り料理をしてください。はい、普段通りですね、はい、さあ、いつも通りの料理です。まずは皮を、玉ねぎの皮って、はい、どこまで剥くかっていう問題結構ありません？いやー、それ悩みますよね。剥いでも剥いでも皮、こんなドキドキしながら料理することないけ、大変だ。取られることないですよね。ないですね。さあ、今度はじゃがいもの皮です。こちらもピーラーで切って水切りネットに入れていますね。今度はご飯の用意です。私はこれを燃えると思ってました。燃えるゴミでいいんですかね。でもこれも燃えます。入れちゃいましたけど、さあ、チェック入っています。どうやら違いますね。料理が進んでいきます。鍋に野菜を入れて、少し油で炒めます。そしてここでお肉が投入されるんですが、これですよね。これって、そうなんです、それがポイントです。ままま、水洗い、いいところに気づきました。それって、私はいつもこうやるんですよ。ゴミが増えるのが嫌だから。なるほど。これは合ってるのかな。どうなんですかね。小さくするのはいいことだと思いますが、どうなんでしょう。これは不燃ゴミ、不燃ゴミかな。プラスチック容器って書いてる。でも食品トレイが不燃ゴミと違う気がしますが、苦笑いです。悪い方ですか。いや、どうでしょう。さて、野菜の入っていた袋、ビニール袋です。こちらはこれついてていいんですかね。うん、いや、いや、まあいいやではなく、プラゴミのような気もしますが。そしてここでですね、富田さんの仕掛けたトラップです。サラダ用のツナ缶とコーンの缶があるんですね。さあ、これはどうするんでしょうか。水洗い。これもチェックポイントのようですね。迷わず燃えないゴミ、不燃ゴミの袋へ。そしてもう一つのトラップです。ドレッシング。小分けになっている袋ですので、当然ゴミになります。さあ、ビニールの袋にまとめましたよ。ポイ。どう映ったんでしょうか。カレーとサラダが完成しました。さて、エコな場面ばかりご紹介しましたが、美味しそうなカレー完成しました。じゃあ、まあ、食べる前にまず僕からエコの観点で、ちょっと指摘を 2,3 させていただきたいと思います。はい、お願いします。で、まず良かった点から、野菜なんかの、皮の方を剥きすぎていないところが良、かったと思います。皮
加食部を、無駄に、抜きすぎてしまうと食べる部分が減ってしまって食品ロスなんかにつながりますので、その点は良かったと思います。続きまして悪かった点、悪かったところは、プラスチックの容器包装、ピンクの袋に入れる、ゴミが可燃ゴミに入っているところがすごく多かった点があります。米の最初袋を、可燃ゴミに入れてしまっていたりとか、じゃがいもとか野菜の袋をピンクの袋ではなく可燃ゴミの袋に、入れていたりなど、ちょっとプラスチックを、可燃ゴミに捨ててる点が多かったと思いますので、そこの分別をしっかりしてください。またあのコーンとかシーチキンなんかのアルミの蓋なんですけどと容器、そちらの方を不燃ゴミに入れていた、入れていたので、そこを、資源ゴミの青カゴの缶の方で回収で、出してください。それから、カレールーの箱なんですけど可燃ゴミに入れていたんですが、これは雑紙という、古紙の、分類になりますので、古紙回収とか店頭回収の方に、出してください。それからトレーを不燃ゴミに、入れていましたが、これは店頭回収、それからプラスチックのピンクの袋に、入れてください。最後に、生ゴミを捨てる際に、そのまま可燃ゴミに入れていましたが、これはしっかり、水気を切って、生ゴミを絞って、水分量を減らしてから可燃ゴミに入れるようにお願いをします。はい、はい、ポイントをおさらいです。野菜の皮は剥きすぎない、各種包装は雑紙プラゴミへ、缶類は洗って資源ゴミ、生ゴミはしっかり水気を切って可燃ゴミへ。いろいろ間違ってましたね。これから気をつけます。ここで津山市からのお知らせです。津山市ではゴミ減量を目指し、家庭で出た生ゴミを肥料に変えるコンポストや電気式生ゴミ処理機の補助を行っています。詳しくは環境事業課のホームページをご覧ください。それではいただきます。エコへの意識高めないとですね。おいしい。カレー作りの中からゴミの分別について学びました。もちろんカレーは美味しかったようですよ。